振り先だとは、詰将棋における構想の一つ。二種以上の持ち駒の弱い駒から使う方が合理的と思われる局面で、強い駒から使う方が正解となることを言う。例えば持ち駒に金、符があって、同一箇所にいずれかを打つ場合、もしどちらを打っても局所的に同じ効果が得られるならば、符を打って金を持ち駒に残す方が一般に合理的であると考えられる。 このような局面で金を先に打ち、負を残す、一見不合理と思える意外さが、詰将棋作品の狙いとなる。特定の局面を指して言う場合は、振り先らの碁よりも該当する二種の駒を持って、非戦非強金先、金歩みなどの碁を用いることが多い。振り先らを含むこれらの碁は、人、甲金と負のように、弱い駒の性能が、 強い駒の性能に完全に包含されている場合に、限って用いることが、一般的で、非戦非カツのように呼ばれることはない。したがって、該当する駒が2種の場合の、先の形の子は、非戦非強、非戦非負、金先、金歩み、銀先銀負、後先、交負の5通りとなる。該当する駒が3種の場合は、非強先、飛鳥歩みの1通りしかない。 振り先だは、将棋の対局でも、理論上は生じうるが、現実に起こることは、ほとんどない。口述する振り先だと呼ばない例を除くと、大きく、後方の持ち駒に弱い駒を残すことに意義があるものと、玉形に弱い駒を渡すことを防ぐことに意義があるものに分類できる。この他、一方が、負の場合では二歩回避を目的とするものがある。 1> 図1で1手目に1 7に駒を打つ場合、一項では、局所的には、同等に見えるため、火を温存する、項だが有利と思える。しかし、2個玉、2六飛、3五玉で、内部詰めとなる。先に火を打てば、同様に進めて、図3となり、3六歩が可能となる。図4で、2六飛、同歩の後に3手目に1 7に駒を打つ場合、一項では、局所的には、 同等に見えるため、火を温存する、甲打が有利と思える。しかし、同玉、一九飛となり、一八項合が弱い合駒のために積まない。先に火を打てば、同様に進めて、通六となり、甲が玉型の持ち駒にないため、一八で強い合駒を獲得できて積む。例えば甲の代用に一八飛合ならば、二六銀、一六玉、一七歩以下で積む。砂縄に九飛。 一八玉、一九項の三手詰めであるが、先に打った日の性能を活用しているため、振り先だとは呼ばない。ただし、効果が現れるまでに手数を要したり、効果が現れた局面が複雑な場合に、判断が難しくなる場合はある。図八の一手目に六項は、瞬間的には、ふと同様に使用しているが、後の手順で項の性能を活用しているため、やはり振り先だとは呼ばない。 振り先田の第1号曲は、将棋手段層、第2番。今変換再作とされる。図10で22に歩にでなく2二飛とすることで、後に44地点で生じる内部詰め局面を回避する、弱い駒を残す例。図11は、苦しまきな遺作の立花の先天壁第67番。図12で3二項でなく3二飛として、後に62地点で弱い合駒を回避する例。 図11で二三桂なりでなく二三筋と着手するのは、玉形にカツラを与えることを防ぐためで、振り先捨てに通じるものがある。振り先だを玉形が用いる問題もある。すなわち、玉形が複数の合駒の機械に先に強い駒を使用し、攻め方に強い持ち駒を与えることで詰め手数が長くなるなどの手筋である。二種以上の大き駒のうち、 強い方を捨てて弱い方を残す手筋を振り先、捨てと言う。図13で13に何かを動かすとすれば、13馬、同形、同歩と、13歩星、同形、同馬が可能で、局所的には馬を温存する。初手不正が有利と思えるが、以下に一玉で、内部詰めとなり失敗する。初手13馬は同形、同歩不なり、に一玉となり、に二歩以下の手順が継続できて積む。 ありがとうございます。